ちょっとコメントに寄せられてました耳コピのコツについて話していきたいなと思います。軽く話していきたいなと思います。耳コピ、ベースラインを耳で聞いてコピーするという行為はですね、こうやるんだよと教えて 100% できるようになるものではなくてですね、日々コツコツと音をこう曲のベースラインを聞き分けて聞き分けて、でこの音なんじゃないかなっていうふうにこう耳をトレーニングしてだんだんできるようになっていくスキルです。こうやったら耳コピーが完璧にできますというものはないんですけれども、耳コピーをやりやすくする方法、つまりベースラインを聞き分けやすくする方法についてちょっと軽く話したいなと思います。まず一つ目がイコライジングするという方法です。これはですね、イコライジングとは何かというと、例えば、低音域、中音域、高音域、の3つに分けた場合、それぞれをブーストさせたり、カットしたりすることをイコライジングというんですけども、で、ベースラインというのは、低音ですよね。やっぱりベースというだけあるので、低音域の楽器なんですけれども、ここでちょっと間違えてほしくないのが、低音域っていうのはすごいぼんやりしてるんですよ。ボーンと。どちらかというと、で、表現的には体が震える感じというか、この下腹部あたりに響く感じのことを低音とざっくり分類分けするんですけども、低音だけ聞いて、ベースラインをコピーするって結構難しくて、実は。で、やっぱりこう音像がはっきりしない低音だけを聞いてコピーしようとすると、どうしてもやっぱりよくあるのが、最初の方よくあるのが、どうしてもちょっと半音ずれてしまっていたりとか、やっぱりこのフレットバチンっていう風に聞き分けるのはちょっと難しいんですよ。低音だけ聞くというのは。なので、おすすめの方法としては、中音域ですね。中音域から低音域の間ら辺。もし、その聞いているスピーカーですとか、そういうイコライザーがついている、イコライザーという機能がついているものを使って聞いている場合、だいたい400から 500Hz くらいですね。400から 500Hz くらいのところを、ちょいとブーストしてあげると、結構輪郭がはっきりしたベース音が聞こえやすくなると思いますので、ぜひ、ちょっと実践してみて、これは実践してみてください。で、もう一つ、イコライジングの方法がありまして、それは、ピンポイントでその周波数をブーストするという方法ではなくて、高音域からバッサリカットしちゃうという方法です。高音域だけをバッサリカットしちゃうという方法です。で、これは、よくベースとかにあるトーンつまみの役割と一緒なんですが、もし DTM とかね、そういう音質を加工するソフトなどを持っている場合でしたら、高音から徐々にバッサリカットしていってあげると、バッサリカットしていって、だいたい中音域あたりで止めてもらうと、中音域から下だけが聞こえる音源ができます。で、それを聞くと結構ベースラインもね、聞きやすいんじゃないかな、聞き分けやすいんじゃないかなと思います。で、二つ目の方法がですね、まず耳を鍛えるにあたって、J-POP の曲はあまりおすすめできません。っていうのはですね、その J-POP、今ある、ヒゲダンとか、今流行りの J-POP の曲っていうのは、楽器がめちゃめちゃ入ってます。楽器の種類がめちゃめちゃ、例えばストリングス、
ドラム、ベース、ギター、ボーカル、コーラス、ストリングス、ピアノ、オルガンとかこうめちゃめちゃ入ってるんです。その中からベースだけはピンポイントに聞き分けるっていうのは最初はちょっと難しいですね。ちょっと難易度が高いので、最初はこれ前ツイッターでもちょっと言ったんですけど、最初はですね、入門耳コピの簡単な曲、つまり楽器編成の少ない曲をにチャレンジしてみるといいです。例えば3ピースバンドのメロコアとか、例えば流行りだとワニマーとか、ワニマーさんとか、まあ、結構ハードロック系ですね。まあ4ピースでもいいんですけどね、4ピースのなるべくこの打ち込みが入っていないバンドが望ましいですね。もう結構がっつりしたロックバンドとかが望ましいです。3ピースバンドだと、まあ CD 音源はいっぱいやっぱギターも何本か入ってたりするんですけど、大体まあギター、歌、ベース、ドラム、まあコーラスかショビットっていうまあ感じなので少ないんですよ。楽器自体が少ないので、その中からベースラインを聞き分けるのは若干難易度がやっぱ下がりますので、一つ目に紹介したイコライジングの方法と組み合わせるとなおベースラインが聞きやすくなると思います。それか楽曲によってね、結構ベースが目立つように加工されてたりとかする場合があるので、まずね一回聞いてみて、パッと聞いた感じベースがちょっと分かりやすいなと思う曲にチャレンジしてみるのがいいと思います。はい、というわけで今回は耳コピの、まあ、ちょっとしたコツを紹介させていただきましたので、ぜひ実践してみてください。それでは今日もいってらっしゃい。よし。